はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、特別用途地区について解説させていただきます。で、もうこの特別用途地区含めて、都市計画法苦手としている方、非常に多いんですね。で、これなんで、都市計画法苦手としているのか、原因をちょっと考えてみたんですけども、おそらく2つあって、まあどちらかに当てはまるんじゃないのかなと思います。1つ目っていうのが、まずイメージしにくいっていうところなんですね。都市計画って言われても、まあね、ざっくりとしていて、なんかイメージが湧かない、つかみどころがないっていう感じなんですよね。テキストとか読んでも、過去問解いてもなんかイメージしづらい。まあこれが一つ目かなと思います。で、二つ目。なんたら地域、なんたら地区。もう似たような、地域地区がたくさんあるんですよね。これ何なのかと。なんでこんなにたくさんね、地域地区があるんだっていうところで、まあ混乱しちゃう。まあこの二つだと思うんですね。で、今回は、まあ、この二つの原因を、まあ、取り除くような解説をできればなと思います。なので、まあ、一つ目のね、イメージしにくいってところも、この特別用途地区がどんなものかイメージしやすいように解説させていただきます。で、もう一つが、その地域地区とかっていう言葉ですよね。こういったものについても、解説させていただきます。まず、ここから解説した方がいいかなと思うので、先こっち解説しますね。都市計画法っていうのは、ある場所において、こういった建物を建てようっていうふうに今決めるわけなんですけれども、何々を建てていいですよっていうふうに決めるんじゃないんですよ。どのように決めるかっていうと、こういったもの建てちゃダメだよ。こういったものも建てちゃダメだよ。こういったものも建てちゃダメだよっていう感じで、建てちゃダメだよっていうものを重ねていくんですよ。その結果、これが建てることができるっていうふうになるんですよね。だから、この地域地区っていうのをこう重ねていく、つまり制限をこうな重ねていくイメージなんです。例えば第一種低層住居専用地域っていうものを、ある地域に指定しましたと。これを指定することによって、例えばカラオケボックス作れませんよとか、あと大きな工場作れませんよ、大きな商業施設作れませんよ、あと、風俗店とか作れませんよ、みたいな感じで、制限が、一定の制限がかけられるんですね。で、さらにこの第一種低層住居専用地域の一部がですね、すごく自然あふれる豊かな場所だったと仮定しましょう。で、ここ保護したいなって思った時に、例えば今回でいう特別用途地区を指定することによって、自然保護地区みたいな名前を付けてですね、ここは建物建てることができないようにしたりとか、その制限をさらに強化するということができたりするんですね。つまり、今、第一種低層住居専用地域で、一つ目のこの制限かけましたよね。で、さらに、その上に一部の地区については、特別用途地区を定めることによって、自然を保護するための地区にしましたよとかね。こんな感じで、いろんな制限をかけていく。で、結果的に建てられる建物が決まったりとか、もしくは建物を建てることができなかったりとかっていうふうになるわけなんですよ。だから、ここにもちょっと書いてあるんですけども、重ねて指定していくっていうところなんですね。これは特別用途地区だけじゃなくて、いろんなものも言えます。例えば、高度地区とか、高層住居専用地域とか、まあ、こういったものもそうですね。もう重ねていくんですよ。で、重ねていくことによって、建てることができる建物を、どんどん絞っていくと。そうすると、その場所においては、こういった建物を建てられますよねって決めていくんですね。これが都市計画なんですよ。これがイメージできると、まあ、この内容だけじゃなくて、いろんな内容もね、わかるようになってくるんじゃないのかなと思います。で、まあ、今回は特別用途地区の話なんで、この話にちょっと入っていくんですけども、特別用途地区って、どんな地区かというと、まず、用途地域内に定めるって話なんですね。用途地域内で定めることができますよ。今の事例で言ったら、第一種低層住居専用地域の中で、一部自然を保護するための地区を作りましたね。これも特別用途地区って言いましたね。特別用途地区っていうのは、まあ、具体的な名前ってないんですね。具体的な名前については地方公共団体が付けます。今は私が、自然保護地区っていうふうに付けましたけども、ここにも書いてある通り、商業専用地区って名前を付けてもいいですよ。まずは用途地域内で、重ねて定めることができるっていうことですね。用途地域内で重ねて特別用途地区を定めるんだってことですね。そしてその地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境保護などの特別の目的の実現を図るための地区なんだっていうことですね。今
今第一種低層住居専用地域の具体例出しましたよね。今回は環境保護の特別の目的の実現を図るために自然保護地区、自然保護地区っていう地区を定めたんですね。で、もう一つの事例で言うと、例えばここですね。駅前に商業地域がありました。この商業地域っていうのは用途地域の一つですよね。用途地域は13種類あって、その中の一つです。商業地域があります。で、商業地域指定されることによってもですね、これいろんな建物を建てることできるんですよ。例えば住宅建てることもできたりするんですね。ただ、この駅前のこの部分については、ビルだけにしたい。まあ、そういった都市計画を考えましたと。そういった時に商業専用地区みたいな感じの特別用途地区を定めたりするんです。で、そうするともうここではもうビルしか建っちゃダメだよと。住宅とか建てないでくださいねって決めることができるんですね。まあ、これは土地利用の増進に入ってきます。で、今回商業専用地区っていう名前を付けたんですけども、まあ、別にこれもですね、違った名前でも構わないです。まあ、地方工業団体が付けます。だから特別用途地区って言われてもですね、もういろんな地区があるんですよ。その地区に応じて名前が違うんですね。一番最初に言った通り自然保護地区っていうのも OK だし、今回のような商業専用地区でもいいですよと。で、内容としてはその土地の特性にふさわしい特別の目的の実現を図るための地区なんだっていうことです。で、ポイントがあって、この特別用途地区っていうのは、こう定めることによって制限を強化したり、緩和したりできますよってことなんですね。ただ、一般的には強化の方が多いです。緩和ってあんまりちょっとね、具体例が出てこないんですね。今言った二つの事例っていうのは、どっちも強化なんですよ。一つ目の事例で言った自然保護地区ってこう決めましたよね。第一種、専用住居専用地域だから、まあ、住宅は建てることできるわけですよ。でも、自然保護地区にすることによって、こう住宅も建てることできないっていうふうにするわけですよね。制限強化しましたよね。で、今回のこの商業地域。この中に商業専用地区を定めることによって、これも住宅建てることができなくなっちゃうんですよ。商業地域だけであったら、この辺はね、住宅建てることできます。でも、ここについては住宅建てることできなくなっちゃう。ビルしか建てることできない。っていうことだから、制限強化ですよね。だから一般的には制限強化が多いんだけども、一応法律上は制限の緩和、これもできるんだってことは、まあ、覚えていただいた方がいいんじゃないのかなと思います。だからポイントで言うと、特別用途地区っていうのは、用途地域内で重ねて定めることができるんだということと、あと制限は強化もできるし緩和もできるんだということですね。で、そのイメージとしては、今言った、商業専用地区だったりとか、自然保護地区みたいな、まあ、そういったものをイメージしていただくと、頭に入りやすいんじゃないのかなと思います。そして最後にお知らせです。試験まで約3ヶ月。そろそろ実力はついてきていますでしょうか。実際弊社の受講師さんは、すでに模試を行っていただいて、コンスタントに40点前後取っていただいている方もいらっしゃいます。勉強の仕方を間違えなければ、宅建試験は4ヶ月あれば一発で合格できます。弊社の受講師さんの中でも、中卒で元とび職、法律知識が全くゼロ。この方は7月中旬から受講していただいて、たった3ヶ月で一発合格しました。この方でも3ヶ月で1回で合格できる資格なんで、あなたも今年合格できます。勉強始めたはいいけれども、なかなか理解できない、解けない問題がたくさんある、今年合格できるか不安、でも絶対今年合格したい。もしあなたがそう思っているのであれば、短期集中実用カップ講座はおすすめです。理解すべき内容は解説に書いてあります。具体例、考え方、関連ポイント、一緒に解説に書いてあります。分かりづらい部分も分かりやすく噛み砕いて解説してあります。もしそれでも分からない場合は、直接私にご質問いただければ解説させていただきます。今からでも今年あなたに合格していただく自信ありますので、一緒に勉強できたら嬉しいです。短期集中実用カップ講座はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますんで、ぜひご確認ください。あなたの受講をお待ちしております。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。